はい、よろしくお願いします。今回は高校受験対策の関数シリーズ第35弾をお送りします。で、問題が3問ありますので、まず1回ね、動画止めていただいて、ぜひチャレンジしてみてください。で、やってもらった後に分かんなかったり不安なところがあれば、今からね、自分が全部解いていきますんで、聞いてもらえたらと思います。いいかな。では早速ね、まず1番からやっていきますので、どうぞよろしくお願いします。じゃあいつも通りね、画面下げますので、ちょっとお待ちください。画面動きます。よっ。よっ。ほっ。よし。じゃあ行きましょう。でですね、久々なんですよ、このシリーズ。そう、多分前回が1月だったんで、8ヶ月ぶりぐらいかな、に撮ってるんですけど。で、まあ関数シリーズ行きましょう。で、いつも言ってることなんですが、まあ、自分はね、関数の問題っていうのは、まあ、こうやって図があった図とか当てられますよね、関数が。で、そしたら、この本文に書いてあった情報、今だったら左上に問題文が4行ありましたけど、そこに載ってた情報は全部移します、こっちに。で、こっちに全部移してしまって、ここをもう一回読み返す必要がない状態にします。こっち行ったりこっち行ったりが時間取られるんでね。で、今回上半も多くないんですけど、A がまず06です、座標。A が0の6。で、B がマイナス2の2。ここね。で、C が2のマイナス2。ちょっとちっちゃいですけどね。で、これだけかな。で、L が AB を通るっていうのは見てわかるし、M が BC を通って原点通ってるのもね、BC 通って原点通ってるのもわかるので、まあこのまま行きましょう。で、まず1番が直線 L の式を求めなさいということで、ちょっと消えたか。L はこの子ですね、この子。で、直線っていうのは、二パターン、まあ、解き方、二パターンっていうか、情報がね、ある、こういう情報があれば解けますよっていうのがあって、一つは、傾きが分かってて、で、しかもあと一個点の座標が分かってればいいと。で、大体こういう問題で出てくるのは、まあ、傾き出てないことの方が多いので、通る場所が二箇所分かれば絶対解けますよっていう。今だったら、A と B 通るでしょ。A と B 二つ座標分かってるから、じゃその座標を使って求めようねっていう。だから絶対出せます。通る場所が2箇所分かっていれば。で、それを使っていくんですけど、本当はね、本当はよくで俺がやる方法は、直線っていうのは y イコール ax プラス b です。直線はね、こう置くと。で、今出てきた0と6、この座標とマイナス2の2っていう座標をそれぞれ代入します。そうすると、0の6なんで、y に6、x に0ね。だから6入れて、こっちは a かける0だから消えます。a かける0って0だからね。で、イコール B っていう式と、これを代入して、2イコールマイナス 2A プラス B。これね、を代入した。で、この2つの式の連立方程式で A と B を求めるというのがやり方なんですけど、まあ、それでもちろん構わないんだけどね。構わないんだけど、まあ、今回だったら、このね、A の座標。ここって、Y 軸とぶつかっているところなので、切片なんですよね。Y 軸とぶつかっているところ、切片って言うんですけど、切片とここって同じですよね。つまり、今、切片が6なんだったら、ここも6なんです。同じ数字になるからね、切片と B は。だから、Y イコール AX プラス6ってもう最初に置いてしまって、で、今、こっちはもう数字使ったから使えません。じゃあ、残ってる B を使って、X にマイナス2、Y に2を入れると、2イコールマイナス 2A プラス6。移行すると 2A イコール、こっちに2来ると6引く2だから4だよね。そうすると A イコール2になって A が2って出たから。で、今直線の式求めなさいだから A を2って書いちゃダメだよ。答えの欄にね。ちゃんと戻してあげて Y イコール 2X プラス6と。これが答えになります。で、こういうのをね、L が解くことができたら、L のとこに、y イコール 2x プラス6とかって、こういう情報を書き込んで更新していきましょう。必ずね。で、これで1番終了です。で、2番ですね。2番は、まあ、これもよく出てくる三角形の面積を求めなさいと、三角形 ABC ですね。で、ABC、まあ、ここにあります。ここ。じゃあ、引いとこうか。この面積なんですけど、で、まあ、関数の問題で面積、まあ、ほとんど三角形が出てくるけどね。三角形の面積が出てきた時によくやることは、それを
X 軸か Y 軸で切ってください。こういう問題が出てくるときって、例えばね、まあ、軸があるじゃないですか。こういう感じの三角形の面積だったら楽なんですよ。なぜかっていうと、ここを底辺にすることができる。ここの長さをね、底辺。だからここの座標が例えば3の0って分かってれば、ここの長さ3なんですよ。あ、底辺分かってて、あとここの座標を使えば高さも分かるから出しやすいのね。でも大体のパターンがそうなってない。こういう風に。じゃあどうするかっていうと、X 軸か Y 軸で切ります。で、今、もし X 軸で切ってしまうと、ここで切ることになるよね。下は三角形なんだけど、上が四角形になっちゃうんだよね。それはめんどくさいと。じゃあ今回は X 軸じゃなくて Y 軸で切ります。こっちで。そうすると、左側も三角形だし、右側も三角形に。なってるから、じゃあ左側の三角形と右側の三角形をそれぞれ面積を出すことによって、それを足せばね、面積出せるからさ、じゃあそういう風にやっていきましょうっていう作戦でいきます。じゃあ左側からいきましょうか。ちょっと書き分けますね。上が A で左が B で、今書いてないけどね、下 O ですね。で、この場合、その切った X 軸か Y 軸、その軸の部分が底辺になります。だから今だったら底辺はここです。ここ。で、ここの長さいくつかっていうと、A の座標が0の6なんで、ここは6なの。長さが。だからここ6ね。底辺は。で、高さは、そこが底辺だと高さはこの部分ですよね。この左側。ってことは、今 B の座標が、マイナス2の2なんで、座標ってどういうことを表してるかっていうと、この原点から、マイナス2の2。いいね。マイナス2の2なんですよ。今、左側、ここの部分が高さとして使いたいので、マイナス2って左に来たじゃないですか。だから、その数字が高さなんです。ただ、間違っちゃいけないのは、今確かに座標はマイナス2なんだよ。左側にあるからね。でも、高さって、そう、長さの1個だから、長さにマイナスなんてありえないのね。みんなの身長がマイナス134センチと絶対ありえないでしょ。だから、座標、その位置を表している数字はマイナスなんだけど、高さで使うときは、それを2に変えてください。離れてるのは距離は2だからね。そうすると、この左側は、底辺6、高さ2。で、忘れずにね、三角形だからかける2分の1。まあ、もしくは割る2で、どっちでも構わないです。そうすると、面積6って出てきます。左側は。で、右側も同じようにやっていきましょう。O とこう C ですね。で、さっきと同様に軸です。Y 軸。こっちが底辺なので、今ここ底辺でやります。ここ。で、同じだね。ここ6。で、高さはどこかっていうと、まあ、小学校の時にやりましたけど、高さこうなります。ここ高さ。ってことは C の右側に動いた量だよね。で、C っていうのは2のマイナス2なんで、これも右に2行ってマイナス2に下がった。2のマイナス2って表してる。つまり、右側に2移動してるから、こっちの高さも2なんだよね。ってことで、底辺が6かける高さ2。で、三角形だからね。かける2分の1して6。で、それを足さなきゃいけないから、6足す6して12です。で、すっごい細かい気をつけることになるんですけど、この、なんだっけ、関数の面積を求めるときに、今2番の問題でさ、ただし座標軸の単位の長さを1センチメートルとするっていう注意書きが一言入ってるんです。これはセンチメートルの単位を使いなさいよっていうサインなので、面積書くときにちゃんと平方センチメートルを書かないとアウトです。逆にセンチメートルっていう言葉が問題文に書いてなかったときは、面積なんですけど12って書いてください。これ面積つけるとアウトになります。この逆に。すごい細かいことなんだけど、せっかく解けたのに、単位がつけてるつけてないで減点とか罰くらうのもったいないでしょ。だからその部分ね、気をつけてください。で、ラストですね、3番。で、3番は、今 Y 軸と平行な直線で X イコール6を引きましたと、ここですね。X イコール6。っていう直線です。で、これはまあ、縦まっすぐなので、全部 X が6なんです。X 座標が。
だから、書き込んでいこうとしたら、D のここの X 座標6、Y はまだまだ、まあ、わかるんだけどね、ちょっと書かないでおくわ。一応。今ここに代入すれば出るんだけど。で、この P の X 座標も6です。でもこっちはわかんないで丸にしときます。で、E です。これも X 座標が6。こっちわかるんだけど、まあ出さないでおきます。こういう状態ね。X が6っていう。あ、X イコール6の直線書いてるからね。で、まあそこに D とか E も書いてあるんで E として、四角形 ABCP ですね。ABCP。この赤の P が動くんだよね。P がこの X イコール6の上をこう動きますと。で、その時に、その四角形 ABCP の周の長さ、周りの長さね、が最小、つまり一番短くなる時の点 P の座標を求めなさいと。じゃあ、どこに P が来れば一番短いんですかっていうのを聞かれています。で、これはですね、このまま勝負していく。その四角形ね、ABCP で考えていくのではなくて、もうちょっと問題を簡単にします。どういうことかっていうと、今、AB、ここ。と、BC って、P 関係ないですよね。この左側の2本。関係ない。つまり固定です。動かないんですよ、値が。P がどこに行こうが、この AB と BC は固定だから、こいつら考えなくていいんですもん。だって一定なんだもん。問題はこの右側なの。AP と CP。こいつらは P がどこに来るかによって、長さがぐいぐい変わっていきます。だから、今、ABCP。四角形全体の周の長さを聞かれてたんですけど、そうじゃなくって、AP 足す、まあ、PC にしとこうか。AP 足す PC ね。こいつの長さが、最小、まあ、一番短くなる。の、なるのはどこなのっていう問題に発想を変えるんです。で、そうすると、もらったなと思ってほしいんです。ぜひね。これ、二つの長さがさ、P って場所で、まあ、反射してるわけじゃないけど、ここがね、鏡みたいになってて、反射してる、その長さが最小ってめちゃくちゃ有名な問題。これ理科の光のとこでも出てくるんですよね、よく。出てくる。で、解き方が決まってるので、ぜひ覚えちゃってください。で、どうやるかっていうと、今ね、まあ、今鏡って言いましたけど、ここ鏡だと思ってください。反射してる。それに、まあ、どっちでもいいんだけど、本当は。できれば近い方。今、A と C が、まあ、ここにね、あるんですけど、C の方が鏡に近いじゃないですか。こいつを鏡の反対側に持ってきます。対称な点を取るんです。で、まあよく C' とか書きますけど、まずここの座標を出してください。C'。ちょっともうちょっと大きく書くか。で、これはね、計算とかほぼいらないです。まず Y 座標簡単なんで行きましょう。これ、鏡に対して反対側に持ってっただけなので、Y 座標、ここね。ここ同じですよね。真横に動かしてるだけだから。ってことは、Y 座標は、ここの Y 座標と一緒です。だってマイナス2、ここマイナス2だからね、今ね。同じマイナス2でしょ。で、問題は X 座標なの。で、これはどう出すかっていうと、今、ここ2なんですよ、もともと。2のマイナス2。右に2移動したとこが C なの。で、鏡の場所が6なんだよね。つまり、鏡と C の場所までの距離は4離れてるの。C が2で、こっち鏡が6だから、4離れてる。で、対象点、つまり対象、同じ距離の点を向こう側に取ってるから、ここが4の距離なら当然こっちも4です。4離れないといけないから。ってことは、6から4離せばいいんで、足して10になります。10のマイナス2って。で、こうして何をやるかっていうと、今片方を対象点取りましたよね、向こう側に。動かしてない方の A と対称な点の C'。それを、曲がったけどね。結びます。結ぶ。で、その直線にして結んだところ。で、今、ここ P ここぶつかってるんですけど、ここが必ず最小になります。解き方としては片方の手を対称点を1個飛ばすと。鏡の向こうに飛ばしてあげて、飛ばさなかった方と直線を結ぶ。結んで鏡とぶつかったところが求めたい最小の点 P なんです。いいかな？で、これはなんでかっていうと、ちょっと長くなっちゃうんで、軽くね、説明すると、まあ、A と C がありましたよね。A と C があって、対象の点 C' を取りましたと。で、今、A と C' でこう結びましたよね。こうやって。
二つのさ、距離、A と C ダッシュを結んだ時って、例えば、こういう風に行くのと、こういう風に行くのとかもいろんなルートがあるんだけど、曲がっちゃったね。絶対直線が一番短いですよね。ちょっとでも膨らんで寄り道したらその分長くなるんで、直線が一番短くなりますと。だから、この A と C ダッシュを結んだものは、この直線が一番短くなります。で、この、今この C と C ダッシュっていうのは、鏡と対称な点を取ったので、この部分と C ダッシュの距離と、この部分から C の距離は当然同じです。同じになる。ってことは、今、これ P なんだけど、色変えようか。AP、この部分ね、と、PC を足したものが最小にしたいんでしょ？でも、今、この PC と PC ダッシュは同じだから、ここの最小を求めたかったら、ここの最小を求めても同じなわけ。こことここは一緒だから。だから、片方の対焦点を飛ばしてあげて、直線を結んでしまえば、事実上ね、ここの反射したものの対焦点を最小、一番短い距離のものを求められますよっていう。これ理科の、ね、光でもほんと出てくるので、ぜひ、ね、この解き方覚えておいてください。で、話を戻すと、じゃあ何するかっていうと、今、その A とね、C ダッシュ、この直線の、なんだ、式が出さなきゃいけないので、それを出しに行きます。で、直線の式の出し方は1番と一緒です。結局ね。で、直線なんで Y イコール AX プラス B って置きたいんですけど、また A 通ってるんですよ。切片6なんですよ。だから、y イコール ax プラス6と先に置いちゃいましょう。で、それが c ダッシュ10のマイナス2を通るので、代入してマイナス2イコール 10a プラス6です。で、これを解くと、ちょっと移行するとね、まとめると 10a イコールマイナス8か。つまり a イコール10で割るから、マイナス10分の8。約分するとマイナス5分の4ね。で、A が出ました。で、A が出たので、式としては Y イコールマイナス5分の 4X、ここにね、戻してあげて。で、プラス6とこうなります。で、今、直線の式を出せとかいう問題だったらこれが答えなんですけど、今求めたいのは P の座標ね。だからこれじゃないよ、答えは。で、どうするかっていうと、求めたい P の座標っていうのは、X 座標は6って分かってます。最初で6って書いたからね。ここは6なんです。問題はこっち。で、どう出すかっていうと、関数の問題、別に2次関数だろうが、1次関数だろうが、関数の問題っていうのは、その座標、点が、その線、直線だろうが、まあ、カーブしてようが、曲線だろうがね、線の上に乗ってるんだったら、代入 OK だろうね。で、今、P がさ、ここにいるわけじゃん。P はさ、AC ダッシュの上に乗ってますよね。乗ってるってことは、この X イコール6、X が6って数字を、こいつに乗ってるんだから、代入して OK なの。いい、X 座標にね。そうすると、書くとこがない。上行こうか。代入します。X に6ね。Y イコール、マイナス5分の4かける6だから、マイナス5分の24になります。6し24でね。で、あと、プラス6、後ろ。で、プラス6も通分しなきゃいけないから、6っていうのは5分の30です。5、6、30だから。で、これ計算すると、下は5分ので同じで、上がマイナス24、プラス30だから6になる。つまり、Y 座標は5分の6でした。つまり P の座標は6の5分の6と。これで終了になります。ちょっとギリギリだったの、線が。いいかな？まあ、こんな感じで、ぜひね、求めてみてください。まあ、数学苦手な方とかはね、特にこの3番とかちょっと無理だわって思うかもしれないです。なので、もし数学をね、そうなんかすごい得点源にしたいっていう方でなければ、2番までは絶対に解けるようにしてください。直線を求める、このやり方と、この三角形の求め方、その軸で切って、分けて足そうっていうのは、すごく出てくるので、2番までは絶対確実に解けるようにする。どんな子でも。で、3番に関しては、まあ、みんなのレベルによってね、分けてほしいところではあるんですけど、この鏡の反射する、それの長さが最小になる、一番短くなるのどんな時っていうのは、非常にいろんなところで出てくるので、ぜひ、まあ、解き方ぐらいは覚えておいてもらえるといいかなと思いますので、ぜひね、参考にしてみてください。では、今回はね、高校受験対策の関数35段やらせていただきました。今回の授業はこれで終わります。以上です。ありがとうございました。